アブ山と風早は千定根山の登山道を少し進みます。降りしきる雨によって地面はぬかるみ、山道には少しもやがかかっています。これは参ったね。先を進むのは厳しそうですね。崩落事故が以前にはあったわけだし、このまま進むのは危険かもね。どうします？先へ進むのは断念して、市役所に情報収集に向かいませんか？賛成。よかったらどうぞ。あ、どうも。お気遣いなく。あの、高橋さんでしたっけ？幹部の方はあとどれくらいでいらっしゃるんですか？そうですね、あと10分もすれば来ると思います。お待たせしてすみません。いえ。宝持くん。はい。念のためスマホの通話をオンにしておけ。何かあっても4人に伝わる。わかりました。で、はその、病院で死者の蘇生がなされたなんて話は聞かないですか？聞かないですね。そうした町の噂自体は聞いたこともありますよ。でも病院がそれに関与しているとか、何か因果関係があるってことはないんじゃないですかね。そうですか。すみませんね、呼び止めて。看護師の女性は立ち去ります。どう思う？病院を黒幕と見るのはなかなか難しいかもね。まあ、まだここでやれることはあるよ。俺は雪本さんの死因について何か話が聞けないか調べてみる。そうか。じゃあ私はここで崩落事故について調べて待っているよ。ああ、確かに捜索に参加しましたよ。本当ですか？高校生が行方不明になったやつでしょう。有志のボランティアが結構たくさん集まりましたからね。その話、詳しく聞かせてもらえませんか？やがて外に車が止まった音が聞こえ、足音が事務所へと向かってきます。引き戸が開き、入ってきたのは3人の男です。身なりの良い中年男性の背後に、灰色の肌をした、体格の良い若者が続きます。どうもはじめまして。お会いできて光栄です。自然を守る会の高橋と申します。こちらこそ。それで、お二人は今日は会員申し込みということで。そうです。本当にありがたい限りです。お二人のように理念に共感していただける個人のご支援で、当会は成り立っているわけですから。ああ、君、今日はもう帰っていいよ。ご苦労だったね。あ、はい、わかりました。では失礼させていただきます。受付の女性は手際よく荷物をまとめ、そそくさとその場を後にします。その場にはあなたたち5人だけが残されました。帰らせて大丈夫なんですか？業務時間はまだ残っていると思うんですけど。ふふ。心配には及びませんよ。だからもちくん。出は成功したので情報を出します。地質学なんてよく知らないので合ってるのかわかりませんが、少なくとも当時の気象条件や千定根山の土壌の性質を鑑みて、土砂崩れや地滑りが発生することは考えにくいと言えますね。ふむ。つまりはまあ、やはり崩落事故はフェイクで、何かが隠蔽されたと考えるのが妥当だというわけか。だが高校生はやはり行方不明になった。そして日の見月は灰色の肌に。何があったんだ？実質的に山に入ったのは1日だけだったんです。それも事故現場まで行かせてくれなかった。何かの組織だったか、山の所有者だったかの介入があって、現場保全だか自然保護だかの理由でみんな締め出されてしまったんです。でもやはり崩落事故はなかったと思いますね。登山道はどこも綺麗な状態だった。え、どこかでお会いしましたっけ？いえ、しかしお二人とも存じ上げていますよ。宝持さんと、サイマさん？ですよね。おい、どこでその名前を知った？ははは。落ち着いてくださいよ。組織が大きくなると、自然と敵意を持つ人も増えます。我々を悪の秘密結社か何かと決め込んで探ろうとするんです。とすれば、
我々とて対抗策を講じる必要があるわけです。お分かりですね。この町では私の手先が何人も監視を行っています。我々の不利益となる活動をする輩を見逃さないように。実を言うと、三木本新平の葬儀の時点で、君たちはすでにマークされていたんですよ。ああ、そんな。三木本新平さんは、他殺であることは明白だったよ。背後から何者かに背中を刺され、その傷は心臓まで達していた。現場の路上は血で真っ赤に染まっていたそうだよ。なるほど。現場に凶器は残されていなかったため、司法解剖の目的は傷口からそれを推定することにあった。不謹慎な言い方をすれば、傷口は特徴的で、興味深い形状をしていた。というと、貴様ら、勝手に監視なんかして、それは犯罪だぞ。それで、ああ、やっぱり急な接触はまずかったんですよ。受付の人のお話だけ聞いて帰るべきだったんだ。帰る、私は帰らせてもらうぞ。出口には灰色の肌をした男が立ちはだかり、通ることは難しそうです。そればかりか窓もブラインドやカーテンが全て閉じられ、気づけば外から内部が見えないようになっていることに気づくでしょう。なんだ特捜。隙を見て窓から逃げましょう。もうそれしかないですよ。仮に灰色の肌になる要因が山に関係するとすれば、何らかの事故が起こったとしてそれを隠すのは納得がいく。しかしその隠蔽をしたのは一体何で、何の目的があるというのだ。とも落ち着いてください。冷静に、いくつかの質問に答えてほしい。さっき言ったことで確認しておきたいんだが、君たちの協力者は4人、全員で6人で行動しているということで、間違いないな。知らんな。ともかく私は帰らせてもらう。キーパー、僕は佐今さんより早く逃げられますよね。DEX は僕の方が高いです。え？佐今さんが捕まったとしても、僕は逃げられるっていう話です。おいき様それでいいのか、車の鍵を持っているのは私だぞ。職員の男性は立ち去っていきます。今の話って、きっと、自然を守る会の人たちのことですよね。彼らが何かの事情があって、捜索をさせなかった。じゃあ崩落事故として隠した事故の原因にも、自然を守る会が関与してるってこと。知らないはずはないだろう。君たちのことはわかっているんだ。今さら言い逃れはできない。知りません。勘違いです。僕たちには何のことだかわかりません。そうだぞ。仕方ない。自分たちの置かれた状況をよく理解してもらわないとな。高橋が合図すると、彼の背後に控えていた灰色の肌の男が、あなたたちの方へと近づいてきます。傷口には円形の穴が開いていた。また、心臓を貫いて胸にも同サイズの穴を開けて貫通していた。例えば包丁なんかではこうはいかない。だから、現実的ではないが、彼の命を奪った凶器は、槍、と形容できるものかもしれない、そう考えられるんだ。路上で、槍に刺された。男が手を前に出すと、それはみるみる黒く変色し、形を変えていきます。関節の先から真っ黒に変色し、倍ほどの長さとなったところで冷え固まり、金属のような光沢を帯びます。先端が尖ったそれは、まるで黒い槍のように変化します。それが自分たちにいかに行使されるかは、想像に難くないでしょう。そんな、バカな。瞬間、男は身をかがめると、一直線にあなたたちへと突進していきます。そして状況を受け止める間もなく、槍状に変形した男の右手が、宝持ちの脇腹に突き刺さります。宝持ちはぐったりとその場に崩れ落ちます。さて、佐今さん、改めて確認しておきたいんですが、君や宝持ちを含め、我々を嗅ぎ回っている協力者は全部で6人。間違いないか？その通りだ。